セルゲイ・ビノグラドスキーは、ウクライナの微生物学者、土壌学者である。硫黄細菌、鉄細菌、消化菌などの研究で知られる。硫化水素を酸化するエネルギーで、自分の体を合成する硫黄細菌を発見し、アンモニウム塩を酸化して硝酸塩に変える、2種類の細菌、アンモニウム酸化菌とア硝酸酸化菌が存在する、ことを証明した。土壌の中に、 空気中の窒素をアンボニアに変える窒素固定菌を分離し純粋培養した。キエフに生まれた。キエフの大学を中退した後、サンクトペテルブルクのインペリアルコンセルベトアで2年間ピアノ演奏を学んだ。1877年にサンクトペテルブルク大学に入学し、科学をニコライ・メンシャフト菌、植物学をアンドレイ・セジエイ・バッチ・ファミントソンに学んだ。 1884年に植物学の学位を得て、サンクトペテルブルク大学、有名な植物学者、微生物学者のアントン・ドバリーの下で微生物の研究を行い、硫黄細菌の研究で有名になった。1888年にスイスのチューリヒに移り、アンモニウム酸化菌とアショウ酸酸化菌などの研究を行った。1891年から1905年の間は、 サンクトペテルブルクに戻り、実験医学研究所の微生物学を率いた。1901年、モスクワ自然科学学会の名誉会員になり、1902年、フランス科学アカデミーの友好会員に選ばれた。1905年に一旦、科学的な活動から引退し、チューリヒに住んだ後、1922年に、パリ近郊のパスツール研究所の農業を、 微生物学部門の部長の職を受け、研究に復帰した。1935年、レーウェンフックメダル受賞。1940年に引退し、パリで没した。ウィンガーは、植物の学名で命名者を示す場合に、セルゲイ・ビノグラドスキーを示すのに使われる。ありがとうございます。